バーサーぜーす。どうもセブンムーン侍でーす。お願いします。いつも行け、誰も来てくれない。じゃあ、僕の住所ここに出してます。俺らのチャンネルだとセブンメンのこと知らない人もいるかもしれないじゃん。だからもしよかったら一人一文字ずつちょっと挨拶。次の方どうぞ。え、いこみざむ。え、いこみざむ。まあ俺らもね、まあ言ってもロックの曲とかやったりすることあります。そうね、どういう感じ。まあだからそのまま絶対私も強いし、まあだから負けるわけないよね。やらないやらないよね。僕とかやらないよね。なので、まあ個人戦でもうルールを簡単に説明しますと、ムカデ、うわーうわーメンバー、時間かかるおーどお前、おー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 、ワニさん、バッファローとワシオンか。まあ、ちょっと大男めっちゃ気になるよね。なんかでもジェシーをイメージした。あれだ。いや、これ実在する男の話なんですけど、友達ん家行った時にめっちゃテントウムシ家にいたんですよ。めっちゃ見つけた。俺めっちゃ見つけた。あ、俺これかな。まあ、街っていうかちょっと結構絞っちゃったんだけど、申し訳ない。誰誰誰。俺が今住んでる。いやいやいや。免許証も出してた。いやいやいや。免許証も出してた。やっぱ岩っていうのがやっぱりロックを象徴としてる。誰誰誰。確かに。なんで八王子二人もいるの、あれ。どうしたの、どうしたの。マキシマムザフォルマのメンバーさんが全国出身っていう。ああ、確かに、はい、すごいよね、なんかちゃんとこういうの出してさ、エピソードトーク用意してるって偉くない。新太郎、新太郎のエピソードトーク。いろんな人がいるからね。なんかセットみたいに住んでる。松崎が出てんだよ、すみません。この名前は大好きなんで、名前を変えずに、セルネサライ。面白いよ、なんか。いや、ほんとに好きだね。レイヤー、おもろ。一応、最初にレイヤーが、これマジで奏でてんだよって言った後、みんなで、チマノコバコン大っていう自己紹介をやってもらって。あ、どうじゃ。マジで奏でてんだよ、チマノコバコン大。今の一回試して、ジュリがオス、俺たちって、俺がストーンズって言うのちょっと、あれ、今の一回試して、ジュリがオス、俺たちって、俺がストーンズって言うのちょっと、オス、俺たち、ストーンズ。じゃあ、僕、チェキ。え、どうしたの、何で、行きたいっすって。俺らが絶対お前が最後にして、おもろくする。大丈夫。マジで。本当っすか、うん、さっきの武器は。いや、お前が一番おもろくする、うん、6人集えば金の話。ダンスなら俺たちに任せろ、ストーンズ。なんでシックストーンズって書いてるストーンズなの。ああ、それはですね、でバラエティのトーク、だいたいその説明が終わっちゃいます。ストーンズ、ストーンズフューチャリングアベンジャーズ最後の集まり。やっぱガンガンロック。ジュジェ、シン、ホ、ユ、タイ、6つの音です。ストーンズ。ジュ、ジェ、シン、ホ、ユ、タイ、6つの音です。ストーンズ。俺たちストーンズでした。ありがとうございました。